健康になりたい人、痩せたい人、今回のメニューはたくさんの効果が現れてます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回のルールを説明します。片足立ちで1分間キープするだけ。それを4種目行っていきます。片足立ちの1分間はウォーキング50分と相当すると言われてます。今回4種目やっていくことでかなり痩せる、かなりバランスが良くなる気がしませんか？その通りです。痩せるためにも健康のためにも一緒にやっていきましょう。それでは紹介します。バランスを崩した場合はスクワットをして元の位置に帰ってください。ヤジロベは有酸素運動になりますので、呼吸はできるだけ乱れないようにちゃんと呼吸をしてキープしてください。息は止めないようにです。息止めちゃうと痩せません。まずは片足を上げていろんな位置に足を動かしてバランスを取りましょう。それではいきます。スタート。いろんな位置に足を動かして自分でバランスを悪くしながらキープしてください。バランス崩したらスクワットです。呼吸が乱れないように徐々にね、難しくなっていきますので、足をね、曲げても伸ばしてもいいです。いろんな風にね、動かして、まずはこういう風に体を動かすとこうなるんだなっていうのを感じてください。あと3種目ありますから、頑張っていきましょう。呼吸がね、乱れないように、ちょっとね、足の裏とかね、ふくらはぎも疲れると思いますが、反対の足に変わった時にはね、休めれますので、少しですね。はい、OK。 それでは疲れた足休めながら反対足しましょう。いきます。スタート。このヤジロベというのは食後に行うことによって血糖値が安定して脂肪の蓄積を抑えることができます。別の時間に行うことで食べ過ぎたカロリーを消費することができます。歩くよりもしっかりね、中殿筋や小殿筋、歩くときに使われる筋肉がこっちの方が鍛えられます。しっかりね、呼吸をねすることによって歩くときよりもしっかりね酸素を することができれば痩せることができてきます。結構ね、お尻の横の方がね痛いよって方はね、弱ってる証拠なんで、しっかりねバランス悪くしてキープしましょう。なかなかね歩くのも大変ですよね。自宅でこういうのはね楽ですね。はい、 OK。 次はウォーキングする感じで足を動かします。こういう感じです。いきましょう。スタート。ももをね、前、後ろ、こういう感じで動かすだけです。しっかりももはね、上げてください。おへその奥をね、ちょっと意識して、お腹をへこませながら太ももを引き上げてください。ついてる足はね、曲がってても伸びててもいいです。たまに曲げた方がね、しっかりね、お尻とか太ももが鍛えられます。辛くなったらね、膝伸ばしてもいいです。これだけでも結構辛いですよね。ももがね、だんだん上がんなくなってきますね。もしももがね、上がんなくなったらね、もうこういう振る感じでもいいです。手のハンドを使って振りましょう。はい、 OK。じゃあ疲れた足をね、休めながら反対です。スタート。って言ってもね、疲れた足膝曲げるとさらに疲れるっていうね、結構これはね、ウォーキングやジロベ結構辛いですよね。見ながらの人はね、足上げる方の手だけこのように振ってもいいです。やっぱりね、最低限痩せるため、健康になるため、多少はね、辛い道を歩かないといけない時があると思いますが、これをね、毎日やっていくと、こんなに足軽かったっけっていう感覚とかね、昔はめちゃくちゃバランス悪かったのに今余裕だなとかね、こ
こういう効果が実感できてきますので、本当1日3回とかねやってほしいぐらいのレベルです。はい、 OK。 今度はボウリングの球を投げる感じで体を動かします。いきましょう、スタート。手もねしっかり使ってバランス崩したらスクワットですよ。普通にこうやってやったらダメですよ。崩したらこう、これがね体幹をしっかり安定させる、胴体部分がねしっかり使えるんで、もししゃがむのがねこれぐらいいける人はもう行った方がいいです。これぐらいだけど辛いぞって人はねちょっとね膝が曲がってればいいです。これは結構ねハードなメニューなんで、ふうケツがね痛いですよね。しっかり呼吸もしてください。ボールの球を投げるか。はい、オッケー。よっしゃ、足休めて反対行きましょう。スタート。息がね上がってきたよっていう人はね、ちょっとゆっくりにするといいです。あまり息が上がらない方が脂肪は使われます。休めてからまた続けてください。これなんだかんだねやじろべ結構辛いメニューもありますので、こんな可愛いバランスを取ることによって全身がね使われてますので、一個の筋肉を使うだけのメニューとかいうよりはこういう全身使うねメニューの方がおすすめです。あー、きつい痛い。よっしゃ、オッケー。あと一種目頑張ろう。今度は膝ついたまま後ろの足を立てて片足になってバランス取ります。バランス崩したら手ついてください。それではいきます。あの結構これはね足の裏と違ってバランス取りにくいんで、その代わりすごいねお腹周りが鍛えられてお腹もね、へこんできます。おっとっとっと、上げてる足がね、辛いよって人はねたまにね、休んでいいです。これをやっていけばね、できてきますから。こういうね、足でバランス取りながら、このバランス取るときってね、意外とねお腹触ると分かると思いますが、おお、結構ね、力がお腹にも入ってるんですね。冷たい血が、こうこんな感じでバランス取って、これがねすごいね全身ポカポカですよね今ね。これ最後の種目ですから頑張って。よし、じゃあ反対ラストいきます。スタート。うえ、これねどっちかバランス取らない方があるよっていう人はねこれを続けてやってみてください。そうするとねどっちもバランスがね取れやすくなります。こうやってねいろんな位置に足を動かしてみることでね体の使い方とか体幹がねすごい身につきます。ふぅ、鍛えることもね大切ですが、おっとっとっと、バランスをね悪い状態キープするっていうのもすごいね大切です。脳がねすごい働きますんで、日常のね予防にもいいとされてます。体がね倒れたら戻せっていう風にねすごい信号が送られてるんで、健康のためにもね続けてください。よし、 OK。 ギャー、今度はねちょっと足の裏を合わせて使ったお尻だけ伸ばしましょう。体を前かがみにして終わりです。20秒、スタート。こんな感じで足の裏を合わせて呼吸を戻しながら
を伸ばしましょう。はい、OK。お疲れ様でした。今回のメニューは太りたくないよっていう人は食後、痩せたいよっていう人は別の時間、どっちの時間にやってもいいです。とにかく1日の中でせめて1回これをやってみてください。慣れてくると1日2回3回ってこの動画を見ながらやっていくことで必ず痩せることができます。頑張っていきましょう。グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。